びっくりしたけど。難しい、これ難しいな、これなあ、ちょっと焦るよな。ちょっと焦った。ちょっと待って、見た三脚見た三脚頑張る。メガ三脚頑張って、おいらおいらリップ抜く、その間にちょっと三脚頑張る。ちょっとちょっと上の方がいいかな。すごい、やっほーこんばんは、わんこそばー。あれ、ハータン消えた。あれ、ハータン消えた。戻ってきた。やっほー、やっほー、こんばんは、久しぶり、ハータン。どこがやねん1分前まで電話しとったから。そうなんですよ、1分前まで2時間ほど電話してたんですよ。話してたな。だからね、あの配信で喋る内容ないんですよ。そうなんかさっき急にな、あのコラボしようやってなって、でも何喋るってなってる、うん、そうせやねん、ないよな、ずっと喋ってた。そうないよな、何喋る。へえ、ないな。ないです。ないな。すいません。ということで、今回は以上で。以上。以上ということで。以上で。で、バカバカ、ダメでちょ。バカバカ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 。これ、あれな、ハータンのルームのコメント、ミータンのルームでは見れへんからさ。うん、確かに。ミータンのルームのコメントも、おいら見えないから。せやな。じゃあさ、二人のコラボ名決、コラボ名ちゃうわ。コンビ名決めようや、ここで。うん、そうしよう。前あれやな、ミーハーコンビやな。うん。でも今もう、ハータンミータンとか、ミータンハータンって言ってるやん。それ、どっちか決めようか、ハータンミータンか、ミータンハータンか。うん、そうしよう。どっちがいいと思います？どっちがいいと思いますか？ハータンミータンか、ミータンハータン。ハタンミタン、ハタンミタン、ミタンハタン、ミタンハタン。発想的にはどっち？ハタンミタン。ミラもハタンミタン。嘘やん、もうさ、聞くまでもないやん。うん、確かに。ごめんなさい。は笑い方どうしたじゃあもうハタンミタン。どう？コメントどう？うん。うん、こっちはハータンミータンがちょっとだけ多い。うん、ハータンミータン来てるね。ミーハーコンビとかも来てるわ。ちょっとそれさ、だっちゃい。ちょっとだっちゃい。なんか、プリクラであったからさ、それがミーハーっていうのが。あ、そうなんや。それから、パクってあかんやん、やっぱり。うん。ハータンミータンですよ、ハータンミータン。オッケー、じゃあハータンミータンで。すごい、数年ぶりに決まったな。なんか二人のコンビ名教えてよみたいなよく言われてたやん。うん。けど見るとそういう、うん、そういうのなんか気にしんひんかったからさ、うん、なんか決めてへんかったやん。うん。だから数年ぶりに決まったな、ハータンミータンで。せやな、決まったな、やっと。イエーイ、ハイタッチ。イエーイ。イエーイ。あ、くじゃみ出る。電話するな。いや、どこからね。おいらもくしゃみ出そうや、ずっと。うん、二人とも花粉症やから、鼻声と鼻水じるじるかもしれへん。ごめんなさい。じゃあ、ハッシュタグ、ハタンみたんやね。はい。ハッシュタグ、ハタンみたんやね。え？ハッシュタグハタンミータンやね。はい。あ、めっちゃ音ちっちゃくなっちゃったな、ゾニー。なハーさん絶対バグってるわ。なんかさ変やねんけど。うん、うん、変やな。だって未来さ自分の声聞こえんもん、ハータンから。やり直す？じゃあやり直そうか。バイバイ。バイバイ。
中の未来。よっしゃ。なんか斜めっとるな。皆さんのコメント。あ、来た。皆さん。いけてる？いけてますかね？未来はいけるかな？朝鼻声です。花粉の薬が夜なので切れ始めて、なんかムズムズして。あ、未来来るぞ。ハタン？ふんちゃん。来たー！ハタン？見た？いけてるハタン。見た？いけてる？ハタン、あ、いけてるよ。見た？いけてるよ。うん。よかった。よかった！マジ？来たよ。誰から？うん。わかった！名前当てるわ。はい、ですけど。名前当てるわ。名が鳴ってる？名前当てるわ。名前やってる？名前当てるわ。ああ見た？ん？タワーくれた人の名前がわからへん。あた、今1位の人ちゃう？多分。こんばんは。え、わからん。多分やで、多分。多分やから、名乗り出るまで、ちょっと、置いといた方がいいんちゃう？あ、もうや。タワー送ってくださった方、自主制でお願いします。なんていうの？自分で名乗り上げてください。私だよって。あ、こんばんは。まさゆきさんやって。まさゆきさん、ありがとうございます。まさゆきさん、ありがとうございます。ありがとうわーありがとうわー。ありがとうわー。確かにクリスが吠えてる。そうなんです。夜のお散歩の時間。あ、お散歩やね、今から。なんかね、寝る前のラストチャンス。寝る前の最後。ラストチャンス。うん、こんばんは。喋ることないな。ないや、どうしよう。どうしよう。あ、7本も配信してんねんや。へえ。へえ。3人でできたらいいのにな。なあ、できたらいいのに、できへんもんな。うん、2人しかできへんから。ショールームな、2人までやから。うん。インスタライブ3人まで、一応4人までになったけど。へえ、そうなん？そう。すごいな。すごくない？まだ4人でしたことないけど。うん、楽しそう、めっちゃ。うん。なんか、わちゃわちゃなりそうで楽しそう。なんか、未来たちの普段のビデオツアーみたいな感じよな。確かに。な。確かに。ね、二人ともね、明日から、ハーサは、より社会人になって、みーちゃんは、高校卒業なんよ。お、おめえ。やばない？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 もう多いな、もうついに。あさってで20歳。おお、おめでとう。忘れてたんか。いや、忘れてんで、だって LINE のさ、もうすぐ誕生日でハート出てたもん。あ、そこで思い出すそう。え、おめでとう。ありがとう。いいよん。どう20歳。さんも、高校卒業おめでとう。ありがとう。どう20歳。どう20歳2回で、うん、どう心境を聞かして。うん、やっぱもう大人なんで、うん、ちゃんと大人になりたいなと思います。あ、まあ確かに。やばい。なあ。
した。あや、おもろい。あいや、おもろい。やばい、これさ、見てくださってる方にはこの面白さ伝わるかな。伝わってるかな。スクショタイムしよう。多分伝わってる。スクショタイム。伝わってるやんって嬉しい。かな。やば。鼻赤くなったわ。ん？ちょっと鼻赤くなった気がする。うん、赤くなってみろよもう。これおもろいな。おもろい。何してんのほんま。それが。もうやめろ。もう高校卒業したんやろ。いや、はんたんと2日で二十歳やで。ほんまにちゃんとしっかりして。はんたんこそしっかりしや。ほんまに何してんのこんなんしたらダメや。もうそろそろ大人にならな。いや、はんたん、はんたんが一番大人になりや。言うけどあなたが一番大人になりなさいよ。しっかりしてよ。少し送ってくださいね。送ってください。送ってください。今のおもろかったな。うん。急にさ、不意にさ、やりだして未来がもうおかしくて仕方ない。ちゃうやん。なんかやってほしそうな顔してたから。な、うん、そこやん。ハーターの期待に応えたってんやん。ありがとう。さすがミータン。いいよ。さすがミータンでちょ。ぽよぽよに大事やから。ぽよぽよに大事なんてそういう思いやり、うん、大事、うん、ありがとう、うん、ナナホルームでコラボしたいって言ってきたよね、ナナホが。マジ？なんかここら辺とか無理なんかな、なんか。あ、お前これ空いてるもん。そう、空いてるから無理かな。なんかさ、顔だけさ、ポンって。うん、ここら辺、ダメか。そう、なんか見たも鼻あるやな、むずむず。そう、未来もさ、重度の花粉症やねん。え、そうやったっけ。せやで、未来だから花粉しんどくて起きんもん夜中。あ、そうなんや。そう。あ、はやた、はじめましてやって。はじめまして。どうする、つっとこつっとこ。え、なんて、つっとこ、つっとこ。うん。何を。ファンの方、はじめましての方。あ、うん、はじめまして、ミータンです。ハータンです。二人合わせで、ハータン、ミータンです。ニシシ、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 ニシシ。ニシシ、ニシシ、ニシシ。大人になるよ。ほんま、ミータン、しっかりして。ありがとう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。変が、あのさ、どっちがさ、愛してるゲームしよう。愛してるゲーム。いいよ。よし。ハータンから。愛してんで。え、もう一回の方？もう一回の方？え、何？愛してるゲームって。え、なんか、愛してる、もう一回、愛してる、もう一回のやつ。あー、ハースが愛してるっていう方？うん。なんか。うん。笑ってまうわ、これすぐ。笑ったらあかんねんな。そう、にやけたらダメ。ああ、わかった。いくよ。うん。よーい、スタート！愛してるよ。じゃあ次ミータンやわ。オッケー、いくで。うん。はい。スタート。発車。愛してる。
もう一回。愛してる。もう一回。弱っ。お互い弱っ。お互い弱っ。弱っ。成り立ってないって言われて。なんで成り立ってないってコメント来てるわ。確かに。成り立ってない。じゃあさ、ここで断髪式しようや。断髪式？前髪の。いいよって、二人で前髪切ろうや。二人で前髪切るみたいな。マジで言ってる？いいよ、別に。切ろうや。前髪整えんねん。うん、前髪、昨日整えてんけどな。だって今、綺麗やもんな。そう、おとついか。おとつい整えてんな。前髪断髪式やろや。いいよ。ちょっとハサミ取りに行く。うん、ハサミ取りに行くわ。ハサミ。おいらがその間も見とくわ。うん、そうやな、ちょっとハサミ。あ、一緒やん。これもう買ってきた。え、ハサミちょっと待って。あったあった。うん。皆さん、この配信大丈夫ですか？やばいよな。いつもこんな感じなんですよ。いつもよりはもうそうなんですけどね。ハサミあった。あった？じゃあ、おいらも取りに行ってくる。うん、オッケー、じゃあ、その間なんか喋っとくわ。え、ハサミ、え、これアイドルとしてバカかな？やっぱり、こんな配信。なんだこれ。ダメかな？え、なんだかんの？いや、いいか。よし。だけど、前髪めっちゃおもろいやって。鼻毛切るのってコメント来て。鼻毛は切りません。え、けど、みら、めっちゃ綺麗じゃない？前髪。めっちゃ綺麗や今。やば、鏡落ちた。絶対切りすぎるのはやめときやって。ありがとうございます。はい、心配してくれてはる。これさ、マネージャーさんとか見てはったらさ、うん、なんどんな配信してんねんって思われちゃうよね。マジバカやなって思われるに。なバカやなって思われねん。こうなパッツンがいいねんな、未来。エハースもパッツン大好きマンやね。まあ、パッツンいいわ。うん。じゃあ、ちょっと真ん中の部分を。ここ切ろうかな。地味大事やからさ、うん。え、そう、そりゃねんの。なんかさ、今さ、こうね、うん、あの、NNB のメイクさんに、こう、前髪を切ってくださるメイクさんがいるんですよ。うん、なんか、けど今もう公演がほんまにないから、そのメイクさんとね、なかなか会わへんのよ。うん。だからもう今は自分で切ってる。おいら、この真ん中をとりあえず切るわ。オッケー。バリ、バリちょっと見て。バリちょっとやばいけど、それがな、女の子やな、けど。真ん中を切って、うん、あの、端に向けてどんどん長くなるっていうのが理想やから。あ、待って、じゃあちょっと待って。あ、見れば、まあ、さ、拡散してへんかった。アイドルの前髪断髪式ってちょっと。ツイッターに勘。アイドルの前髪。リツイートするわ。断髪式、断髪？ん？アイドルの前髪断髪式？うん。断髪。じゃあ、ハーサもじゃツイートしないとね。うん。ブリーチ配信やって。やばすぎやろ。髪の毛はさ、やっぱ染めれへんよな、自分で。なんやろ。自分で染めることなんだよ。セルフカラーは、ちょっとアイドルの打ち合わせへんかな、未来、セルフカラーは。って思っちゃう。ハータンのさ、え、ハータン固まってるで、ね、ハータン、え、固まってる。ハータン固まってるで、気づいてる？ハータン。え、コメントも固まってる、固まる。ハータン止まってますよね。大丈夫？ファンの方も止まってる？ハータン今日ちょっと電波の調子悪いな。
ごめんなさい。何回もなんか切ってはつけては止まってはみたいな声聞こえへんなるし、ほんまに申し訳ない。皆さん、私のやつは見えて聞こえてますか？ミラコ今申請中なので、申請でちゃんといけたら来ると思います。ミラコ待ち。もう一回やり直してみました。なんでやろう、電波が悪いか、悪くはないんですけどね。よかった、ちゃんといけてますか？申請しているけどもね。何しよう。あ、これじゃ。くれちゃう？あった見たも会いたかった会いたかったよ。あったただいま皆さん、ごめんなさい、お騒がせしました。うん、ほんまにごめんなさいね、ほんとごめんなさい。よしよし、まあ、ごめん、仕方ないな、もう電波問題は。ごめんなさい、ただいま。なんかもう、おいらはもう、拡散とかもできひんぐらい、もう何も触ったらあかん、きっと。あ、マジか。触らんとこへんに、じゃあ。未来拡散したし。あ、ファンの皆さん、拡散お願いします。お願いします。じゃあ、iPad の方からね、しますね、私は。さすがハート。ただいま。ああ、断髪式です。じゃあ覚えておいてください。皆さん、私の前髪こんな感じ。ビフォーアフター？そう、ビフォーアフター。もう2日前に切ったんやけどね。ほんまやな。だって今めちゃめちゃちょうどいいもん。めちゃめちゃ、けどもうここら辺ちょっと、あれ、反りたいちゃうわね。切りたいなって思ってたから。うん。ただいま、皆さんも戻ってきてくださってありがとうございます。皆さんなら戻ってきてくださると思ってましたよ。てへぺろ。とりあえず、なんか前髪がね、こう目にかかるのは嫌いなんよね。うん、それはちょっとめんどくさい。なんかあんま巻かんくてもちょうどいい感じ。わ、うん、かるわかる。そう、でもちょっと巻いてちょうどいいぐらいがいいんですよ。おでこに前髪が全部ついちゃうのは、うん、そう違うよね。そう違うんよ。違うんよ。そうよ。どういうこと、おでこに前髪が全部ついちゃうってどういうこと、どういうこと。これ前髪が短すぎてさ、うん、もう短くてこれめっちゃピチッとしないと、ああ、前髪が取れないぐらいの。そういうことね。うん、そういうこと。私はここを切ろうと思います。おお。結構微妙な量。そう、微妙なね。微妙なね、この1ミリが命に関わってくるんですよ、アイドルの。そうそうそう。結構私、ここ切るのにチャレンジよ。ね。おいらも。ファンの人って初めてですか、アイドルの前髪切るの。結構こうやって切るよね、見て、うん。こうやって。手のハータン、今、それ。フジマーク。え？え？切ってんの、今。まだ切ってないよ。だってせーので切るやん。あ、そっかそっか。え、どのハサミが切りやじんかな。これちょっと切りにくそう。今3つあるね、未来。朝お道具箱に入ってた。あ、お道具箱のなんかハサミいいって聞くよな。うん、結構いいで。の、よし、じゃあ分かった、ハタン切る？これ切っちゃおうと。まあ、オッケー。どうせ、ね、失敗したとしても生えてくるし。確かに。そこ？あ、いい、やっぱり見ひんやって、ハタン。え？見ひんやって、アイドルの前髪切るの。へえ。けどレアや、ね。お前初めてって人はいっぱい。じゃあはい。なんかこっちが緊張するやって。ん？こっちが見てる、こっちが緊張するやって。そう。よし、切るはったん。行くぞ。皆さん画面録画大丈夫？画面録画。画面録画大丈夫？画面録画。
どれぐらい切ろう。だってさ、賞味今切らんでもいい長さやからさ。そやねんな、未来もやねんな。2人とも切らんでいい長さやねんて。おとつい整えたし、未来。今別にちょうどいいんやって。うん、未来も。けど、ここがちょっと伸びたなって感じやから。でもなんか斜めってるしな、ハウスの前髪。なんか。嘘やろ、それ整えてる。これをまっすぐにしたいと思います、ほら。いきます。いきます。せーの、せーの、あー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 見たんこんぐらい。全然わからん。見たんこんぐらい。パチパチパチできた。1センチぐらいかな。1.5 センチぐらい。あ、結構切ったな。はい。あ、パチパチパチやって、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。皆さんのおかげで。ちょっと今から整えますね。はい、整えます。あの、なんか、一回さ、アイロンでちょっと前髪めっちゃピシってしていい？うん。あの切ったさ、うん、やつが全部さ、もう弾けてさ、うん、顔にブワーってかかってきて、わかる、もうわかる、それ果たしてエイプリルフールやな。うん、どんな嘘つこうかな。お前な、今までエイプリルフール嘘ついたことある？あるある。はい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 。何ついた？え、めっちゃちっちゃい頃になんかママに、なんか動物の森っていうゲームアプリあるじゃないですか、うん、あれで100万円貯まったっていう嘘ついた。ほんでママめっちゃ信じてた。お、すごいやんって。よかったなって言ってた。へ、そしたらピョーン。え、待って待って、どれが嘘なの？え、その100万円貯まったっていうのが嘘。びっくりした。その100万円貯まったっていう嘘をついたっていうことが嘘なのかと思った。すごい、すぐ憶測まで言ってますけど。深く考えすぎたわ。深く考えすぎたな。いい、どう、いい感じ。結構嘘つくから。え、そう、見る、ドッキリ好きやからさ。うん。常になんかやってるからな。なんかあんまり。え、この髪の毛いるよっていうファンの方いるかな。そんなんいらんやろ。いる？いらん。見れたら欲しい。推しの、うん、あ、推しの髪の毛欲しいかもしれん。な、欲しいよな。だからかりんさんのさ、アホ毛とか見てさ、なんか欲しいなって思う。抜いてもらったらいいよ。そうけどさ、やっぱ痛いかなと思って。あ、大丈夫よ、意外と。大丈夫なんや。じゃあ次抜いてみるわ。うん、あ、一発で切れるかもしれへん、前髪整えやんでも。お前、え、おいらもな、まあまあいい感じよ。お、ええ感じやん、ほったん。真ん中は短くなって、楽になりました。ええやん、ええやん。で、ちょっと、巻こうかな、しっかり。巻いてみてください。の、巻くわ。じゃあ、巻き方講座をどうぞ。あ、オッケーオッケー。巻き方講座は、まあ、今こんなんやから。うん。結構短いもんな。うん、今結構短くしてんな、自分でも。うん。なんか短い方が可愛い。そうやな、だってさ、顔明るく見えるからさ。そう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 、そこやな、顔見せたい。うん、大事、うん、あ、太いサロニア使ってるんですね。そう、あの、ほんまはなんかこの細いやつ使っとったけど、うん、なんか後ろをあの太いやつでやってるから、なんかわざわざアイロン変えるのめんどくさくなった。そう、確かに後ろの髪の毛な、なんで？ストレート、後ろの髪の毛ストレートするとき太いのってやりやすいよな。めっちゃやりやすい。あと、髪の毛未来めっちゃ量多いし長いから。うん。めっちゃやりやすいし、あと、なんか太いの前髪やるのやりにくいかなと思うけど、そんなこと全然なかった。うん。あと、サロニアってめっちゃさ、温度さ、早くさ、こう、温度上がらへん？うん。それ嬉しい。早く温まる。早い。めっちゃ早い。なあ。あ、バイト終わったって、お疲れ様でーす。あ、こっちもバイト。前髪もう切っちゃいました。切っちゃったよ皆さん。もう切ってこれです、何の変化があるのかっていうぐらいやけど、みんなね、可愛くなったってコメントしてくれました。うれっち、やさび。
こんな感じ、初見ですよって。結構、あ、なんか、奈々子のルームから来ましたっていう方もさっきコメントしてくれてはった。お、嬉しい。初見です。ありがとうございます。で、サロニアいいですよね、サロニア。メイクさんもほぼサロニア。そうやな。オイラもサロニア。うん、じゃあ、みちゃんもサロニア。サロニア安い、めっちゃ。確かに。みんなサロニアやな、だってもう。うん。それ、王道じゃない？うん、王道やな。なんかもう、あれ、AKB さんって言ったら、なんか、あれ、まゆゆさんみたいな感じ。うん。うん。どういうことかなって。うん、じゃどこに例えてきたの？イェーイ。可愛くなっちゃった。32ミリのコテ。未来何ミリやろ、これ。あ、それ？いや、反射する。可愛くなっちゃった。可愛くなっちゃったらどうしよう。可愛いよ。いえ、今初の試みやね、断髪式っていう。そうですね、これ面白いから定期的に開催しようよ。な、思った定期的に開催しよう。うん、みんなに見守ってもらおう。うん、うん、どうしよう。失敗するかも。お、本当はめっちゃいいよ。ま？うん。可愛いね。肌染めたよな。染めた。いいよ。でも似合ってる。似合ってる。もうちょっと茶色くなる予定やったんですよ。思い色落ちしたん？でもちょっと明るくなってきた。ええやん、可愛い。未来はまだちょめないかな。まだちょめない？うん、まだちょめない。横の毛が長め。横の毛？だね。この横の毛。ここ大切よな、めっちゃ。大切。可愛いやって。うしししうしししうにょ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 。見た？ん？入ったん？みーだ。はーた。にらめっこしてるのをやって。いや、私は未来のことを見てはいません。未来もハーターのこと見てない。未来ね、ハーターと無人島行きたいねん。え、めっちゃ行きたい。なあ、2人やったら多分生き残れる自信がある。え、いけるよな、ほんま、うん。無人島生活をしてみたいんですよ。そう、してみたい。それで一緒に誰と行くってなったら、ミータンって言うと。未来もハータン。いたよ。じゃあ、メンバー3人、じゃあメンバー5人セレクトしよう。わかった。うん。ちょっと待ってな。結構真剣に選ぼう。うん。5人 ?5 人連れて行っていいの？自分抜いて5人。自分抜いて5人。自分抜いて5人。結構多いな。そう、結構多い。誰や？多いな、3人にする？うん。うん。決めた。うん、決めた。うん、いいコンビやと思う、未来は。コンビ？うん、あ、3人選んだらいいやんな。そう、3人選んだらいい。え、無人島やろ？うん、無人島。めっちゃ迷うねんけど。マジ？うん、はい、じゃあ未来から発表していい？はい、どうぞ。未来はもう全員バッティやな。うん、ハーさん、ケイト、ユズちゃん。おお。そう、なんでかって言ったら、なんか、ケイトはもう元気やん。うん。でも、ハーサーはさ、野生やん。うん。野生でさ、何でもしてくれるやん。うん、何でもできる気がする。で、そう。で、ケイトもさ、元気やから何でもできるやん。うん。で、未来もさ、元気やん。うん。で、ゆずちゃんも元気やん。うん。で、4人元気やったらさ、もう、怖いものなしじゃねって。元気しかないやん。そう。元気で乗り越えれるって思った。ああ、なるほどね。そう。
そう、なんかかりんさんとかななほとかおこことか迷ってんけど、うん、あ、やっぱり特に元気な3人を集めたって感じ、うん、おそう、そう、野生集団、野生集団、なるほどね確かに野生感あるわ、そう野生、チーム野生うんうん、うん、でゆずちゃんご飯も作れるから、へえ、そう、ご飯作ってはるから、そう、チーム元気野生でいきます。ハタンは？うーん、朝は、うん、みーたん、うん、ゆいな、うん、勝負マリン、あかな、うん、なんでなんで？まずもうみーたんはもうお供やんか、うんうんうん、ほんでゆいなもその元気やし、うん、なんかちょっと難しいこととか嫌なこととかでも笑いながら叫びながらやってくれそう確かに確かに料理できるしな、で勝負マリンはただおもろい勝負マリンあれやで、クマとか倒せるで、え、そう、クマ倒せるから、どさんこ魂、そう、ともりもでやってた、そう、ともりもでクマ倒してたから、クマとゾウも倒してたから、ほんまにいけるんか、うん、いけそう、おもろそう、絶対おもろい、でも若ぼんもやった、賢いから、確かに若ぼんなんか効率よくさテントとか立ちそう、うん、あ、やってくれそう、うん、なんかゆいなはさ、なんかここがいいってとか言うけどちょっと的外れてそう、うん確かに、うん、そういうのはあかんけど、あ、ときりもやった、間違えた、ともりもじゃない、ときりもやった、ともり、そう、前も間違えてんな、ツイッターでやってもうたと思ったときりもか、やってみたい、そのなんかハーサーの YouTube とかの企画でやりたいねんけど、めっちゃ時めっちゃ考えてたで、うん、マジ、ちょっと言ってよマネージャーさんに、来ると思う、見てはるかな、そのマネージャーさん見てくれてそう、ほんまかな、でも、うん、ミータンと一緒にやるのとかめっちゃ考えてんねんけどな、企画、マジ、けど未来そのマネージャーさんに言われたで、なんて、なんかハーサー考えてるでみたいな、おー、そう、めっちゃ考え、やりたいこといっぱいある、ミラーもある、何、え、言っていいんかな、言ってさ、もしも企画通ったらさ、なんかファンの人にサプライズじゃなくなれちゃうやん、うん、あ、確かに、そう、やっぱサプライズ行きたいからさ、うん、内緒にしとくか、内緒にしとこう、うん、うーん、コロナとかなかったらね、スムーズにできてたかもしれへんけど、そうやね、いろいろ制限があるからさ、嫌、うん、やん、リモートプリントとか嫌やもん、うん、リモート怖い、見たん、お魚さばけない、うん、克服するの、克服できない、うん、するよ、絶対にさせるから、ダメ絶対、もう克服できひんくってもミータンの口の中に突っ込んだる、こわ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 、未来あれ催眠術かけれるねん、え、いや、めっちゃやってみたいんやけど、あれ、うん、そう、で、みんな催眠術かけれんねん、やってほしい、じゃあハウスにかけるの、リモート催眠術、うん、何見たん、じゃあこれってあれ引っかかった方がいいやつ、引っかかった方がいい、わかった、OK、ハウスは今から、うん、でみんなが1、2って鳴らしたらもう、うん、無意識にツインコイルちょっとおしゃれやねんけど、そう無意識にツインテールがしたくなる催眠術をかけるな高めのツインテールいやけどいくらケータリンから、え、ケータリンね、ケータリン、いやけどしたくなんねん、いくで3、2、1、あ、なんかツインテールしたくなってきたしかも低いのじゃなくてめちゃめちゃ高いのついたくなってきた、あー、ついてる、ヘアゴムまで用意してくれんの、するよ、ちゃんと、え、ヘアゴムまで用意してくれんの、うん、マジ、あの、すんごいちぐはぐなヘアゴムですが、え、これとこれってほんまや、ついてる、え、どうやってやんの、低めでもいいよ、ツインテールしたくて仕方ないからな、うん、そうやな、ツインテールしたくて仕方ないよな、ちょっとハーター、未来ちょっと移動するな、え？ちょっと移動するな、
分かった。じゃあその間に頑張って結んどくな、うん、ちょっと移動するわ。うん、分かった。ちょっと待ってな。私が今まで自分でね、ちゃんとツインテールを、あ、一回したことあるわ。一回したことありますが、そんなないですので、何ないですので。こっちに仮入れ結びます。まあ、適当にね。いや、怖い。ちょっと待って。ほら、ちょっと。今移動中なんよ、移動中なんよ。怖い。よし、ちょっと今ハンガーをさ、整理しててさ。うん。うん、ミタンの部屋はな。うん。ね、ミタンの部屋はなって言うなよ。ミタンの部屋で。はい、移動。おお、移動完了した。近かったな、だいぶ近かった。めちゃめちゃほらやった、進撃の巨人やったんやけど。あーみーたんあーたんもっとしたくなる、ワン、ツー、スリー。ああもっとしたくなる、みーたんこういうのはできんねんな。そう、あーどう？今までさ、なんかみんながさ、メンバーがさ、ライブとかでしててさ、うんうん、なんかうわすごいなと思って、なんかカースの人生でなんかハゲてるの見て、あ、化粧品ハゲるんだ、ミラもハゲてる、ほら、ハゲるな、うん、なんか出てさ、すごいなと思って、でもちょっとやってみたいなと思ってたんよ。マジ？え、めっちゃ強いやん。ライブとかでやってみたい。シンシンとかよくやってるイメージ。あ、やってるやってる。な、やばくない？え、めっちゃいい、めっちゃいい。大丈夫？かわいい。かわいい、ハートン。みーたん？じゃあ、ハートン、みーたん2歳民術かけてみる。え？あ、見て、短いけど。みーたん、みーたんは、みーたんも、ツインテール、高めの、もうめちゃめちゃ高いツインテールがしたくなる。1、2、3。はい。お。やばい。ちょっと待って。めっちゃ高めのツインテールしたくなってきた。高めのツインテールがしたくなってきた。したくなってきた。うん。高めのツインテールがめちゃめちゃしたくなってきた。やばい。しないと。やばい。そういうのはしたいときにしないと。やばい。ちょっと待って。めっちゃしたくなってきた。やろう？どうしよう。どっちよ。二人して何してんの？今日の配信だいぶやばいで。え、マジやばいね、これ。だいぶやばいよ。何やばい。やば、あと10分らしい。未来の配信できるのが。そんなやってたんや、もう思った。やばい、まさかさ違うし。え、かわいい。なんやこの配信ってコメント来てる。なんて？なんやこの配信ってコメント来てる。え、ごもっともほんまにさ、ごもっともやな。ごもっとも。え、ハートの生誕祭あったら未来出れるかな。出てほしいよ。え、そしたら2人で高めのチンテールしようや。え、待って待って、まず二十歳やねん。やばいよな、これ。ダメだ、ね、あの10代最後のショールーム、これやからはさ。よし。みんな髪の毛長いからな。そう、セーラームーンみたいななっちゃう。袋量が多いな。そうなんやけど、めっちゃツインテールしたいからさ、今。そんな関係ないね、今。でもファンの人めっちゃ優しいから、コメントでめっちゃ可愛いって言ってくれる。だってほんまに可愛いもん。どこが大丈夫そう、これ。短い毛がさ、ぴょんぴょん出てきちゃう。あ、可愛いやん。いいやん、じゃあ2人でハイスクショタイムしてこ、記念に。じゃあな、スクショタイムしとこ。うん。はい。なんかどことなく似てるな。
な、はい、うん、おみんちゃん、いい感じ。やばい、ほんま。すいません、ほんとこんなんで。すいませんけどね、催眠術なんですよ、すべては。お父さん、お母さん、ごめんなさい。ごめんなさい。こんな、もう二十歳だっていうのにこんなことをして騒いでる娘でごめんなさい。もう高校を卒業して、明日から社会人の年なのでごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、明日。もうすぐ19歳なのにごめんなさい。二十歳なのにごめんなさい。ごめんなさい。かわいい。かわいい。その髪の毛の長さのツインテールが一番かわいい。未来ちょっと長いからセーラームーンみたいななっちゃうから。うん、長いめっちゃ。うん。いつかライブでやったろ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。あかんやろ。え、めっちゃいい。あかんよこれは。え、ハートン？え、どうなるけど、生誕祭ってさ、ミックスジュースさんでさ行われるんかな。え、全然分からへん。何も、どっちやろ、どっちやろな。もしもさ、その3人バージョンやったらな、いいのにな。な、な、お手紙みーちゃんかの。誰やろうな。誰？みーちょっと期待してるのに。あ、ほんま、自分やと思ってる？うん、去年の生誕祭も開演ギリギリまで。カフキャラあ、あちょん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 でな、あの、去年の生誕ハーターの生誕祭の時もな、うん、なんか開演ギリギリまで未来まだ話来てへんなって思ってた。それも諦めて。うん、諦め、そう、サイさんやって、すいませんでしたって思った。ここまで行ったら諦めてもらって。そう、諦めた。ひ。ひ。ひ。はい、催眠解きます。せーの、はい。あれ、はい、しっくりきた。おいらも解けたからもうこれで。これ、取る？取るよ。取るの？じゃあ取ろう、未来も。あかんよ、こんなんやってたあかん、この年になって。いや、ほん、あ、55分やってハートン。あー、もう終わらないと、もう終わらないと。ランキング発表する？うん、13位って読むからハートンから言って。はーい。13位、コンペイトーさん、ふーちゃんおじさん。12位、なるしままさひろさん、ジャンカさん。11位、山田真剣佑さん、カツ丼さん。10位、ケンちゃんさん、ヤマトシさん。9位、ヨウちゃん、大阪の広志田屋さん。8位、ミヤくん、トモさん。7位、あ、間違えちゃった、仕方がないよ。8位がせいひろさんで、7位がみやくんです。元気100倍シューシューさん。6位、ワンポールさん、チューポンさん。5位、やっくん、すいひろさん。ねえ、私今4位って言った？4位、今次4位。あ、4位、やっさん、あきら 2% さん。3位、かちゅさん、りくぱぱさん。2位、たにやさん、真面目サラリーマンさん。第1位は、ドルル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 じゃん、マセイキさん、ちっかなたさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ランキングごとにありがとうございますっていうの忘れてた。まや、申し訳ない、ごめんなさい。ありがとうございます。皆さん、この来てくださってる皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうさん、ありがとうさん。え、またあれしよう。うん、10代の思い出できたわ。ねえ、未来も、未来高校 JK の思い出できたの。
うん、楽しかった、皆さんも楽しかったってコメント来てる、ね、ちょっとね電波悪くなったりしたけど見てくださってありがとうございました。え、本当にありがとうございました。次はちゃんと告知しましょう。はい、そうですね、うん、事前に、うん、事前に告知しましょう。はいはい、じゃあね、じゃあね、皆さんじゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。ハタもバイバイ。みーたんバイバーイ。ハタンバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。